brought to you by Magical Mushroom Fist。凱旋帰国すごいことじゃん。凱旋帰国を凱ロンドン帰国だからね。はい、やってまいりました。この時間シャラッパンツケボリューム46。いや毎回毎回ゲストをお呼びしてテーマを設けて、嘘か本当かわからないような話をダラ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 繰り広げるこの番組シャラッパンズスケートなんですけども、本日のゲストまた素晴らしい人が来てくれました。ご紹介させていただきたいと思います。札幌黒ラベル、歩く札幌黒ラベルといえばこの人アーティストヒロトン。お願いします。そしてね、ヒロトンが歩くと大体その横にいる腐れ縁のヒョムラことユウヤ。来てしまいましたね、はい。そして、シルクスクリーンプリントするやつは大体友達マコくん。メルプリント、いらっしゃいませ。ということでね、今日はちょっとねヒロットンの仲間と、あでもないこうでもないヒロットンについて掘り下げていきたいと思います。よろしくお願いします。イエス。はい、なんかもう今日は友達連れてきてね、何でも知ってる友達がいるってことでちょっとやりやすいかなっていう感じなんですけども、ヒロットンヒロットンはまずは年はいくつですか？俺は今37かな。37、はい、86年生まれです。86年生まれ、37歳。はい、ヒョムラは38。ああ、ちょい上。ちょい上、はい。そしてマゴくんは？俺は44。先輩僕と大体同じ年ぐらいですね。はい。で、37でしょ。で、まあこれを聞いてる人はね、大体スケーターなんでヒロットのことは知ってるかなと思うんですけども、もうガチアーティストですよ。そしてアートでこうやり絵を描き始めてから、まあ、去年ですかね、10年ってことで、はい、めちゃくちゃ素晴らしいハードカバーのブックが出たばっかりということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか反響の方は？いや、いい感じで、作るのすごい、あのまとめるの大変だったんですけど、あ、10年分のやつを、10年分の、はい、もう漏れなく、もうやったやつ全部みたいな感じで、ほぼほぼ入ってるっす。はい、うーん、はい、ね、数々のコラボだの、なんだの、いろいろこなしてきたわけなんですけども、はい、まあ元をたどればやっぱりスケートボードっていうことで、ね、はいはい、スケボーの話ができればなっていう感じなんですけど、はい、スケボーを始めたの方が後より全然先っすよね。先っすね。高校生くらいの時にまあ始めて。高校生、まあ、そうですね。高校生っていうと今37だから本当20年前とか。そうですね。で、まあ、そこから高校卒業して大阪行ったんですけど。で、大阪、あ、そもそもどこなんですか？静岡です。大阪の前は静岡。あ、静岡から、はい、なるほど。でもその高校の時は周りに別にスケーターとかはあんまいなくて、で、まあ、何人か 2,3 人くらいで、うんうんうん、まあ、なんだろう、上手いやつも別にいなくてみたいな感じで始めたんですけど、うん、上手いやつも別にいなくて、はい、みんなまあ同じくらいの初心者。そういう状況でなんで始まったんですか？なんかきっかけっていう。いや、何で始めたんだろう。でも なんですかね、音楽とか多分パンクとハードコアとか好きで、そういうなんかプロモーションビデオとか出てて、スケート、あー、なるほど、はい、逆っていうか音楽ファーストから多分入ったとか。なるほど、はい、そうですね。結構昔のスケーターとかはそういう人多かった。もうなんか早くも親友2人がクスクス笑ってますけどこれは拾ってみたら嘘ついてるでしょってこと。いや、こんな緊張してるの久しぶり。久しぶりこれ。いや、俺、ラジオめっちゃ聞いてるから。プリントしてる時にこれめっちゃ聞いてるんですよ。はいはいはい、今、ね、最初の始まり方とかも結構、本物だと思って。これだって。ガチガチ緊張してる。いやいやいや。じゃあ、2人から見て、今日は緊張してると。これは、緊張してる。レアな、レアヒロット。レアないい日ですね。ビールが足りないんじゃないですか。酒が進んじゃうやつ。酒進んじゃうやつ。いや、そうですね。でもなんかいろんなね、その30代後半とか40代とか言って大体スケボー始めた時の思い出が強烈だったりとかするのかなって思うんだけど、まあ、自分で選択してスケボーを選んだってことだよね。そうですね、はい、そうですね。そういう音楽の映像とか
でミュージックビデオとかでスケボー使われてるのを見てとか、はい、かっこいいなみたいな、本当ああいうスーサイダルとかにもなるような感じの、はい、から全く覚えてないですけど、多分そうだと、あんまり覚えてないんだ、あんま覚えてないです、なるほど、はい、じゃあ割とこうスルッといつの間にかみたいな、そうですね、はい、自分の周りのこうカルチャーがあって音楽とかが最初にあって、はい、なんとなくなんかもうよくあるじゃない、なんかこう誰々のフリップ見て稲妻走ったとかさ、とかそういうのも特にないし、逆に音楽の方はよく見てたけどみたいな、まあそうですね、興味あって、まあ、そういうの見ててとかで、じゃあ根っからのこうパンク少年だったんだね、好きでしたね、はい、まあ、今も好きですけど、うん、そうですね、はい、逆にそのパンクとかの出会いはどんな感じだったの？いや最初何だったんだろう、まあ、姉ちゃんがいて、うん、自分の姉ちゃん多分そういうの音楽好きでみたいなから知ったと思うんですけど、姉ちゃんだ、はい、姉ちゃんはパンク好きだったの？パンクというか、まあ、いろんな音楽聴いてたんですよね、洋楽とか、それで多分周りにそこまでパンク聴いてるやつもいなかったんですけど、うんうん、俺は聴いててみたいな感じ、はい、だったと思います。姉ちゃん何個上とか？姉ちゃん2個上か。素晴らしい歌落とした、今歌落とした、ルナシー歌落とした、普通にサモ落としてた、カラオケの定番だな、それビートでビートそっか、じゃあ姉ちゃん影響で音楽入って、まあそっから多分 そうだ、まあ、それって中学校とか、中学校くらいですね、はい、中1とか多分そのくらいだと、中1とかでこうパンク聴いてるとかって結構なんか早いよね、割と、そうだから周りにあんまりいなくて、うん、いいんじゃない、そうですね、割と一人で聴いてたよね、そうですね、はい、そっか、それでスケボー入って、はい、で大阪に行くんだ、そうですね、高校卒業して大阪行って、でまあもともとチョッパーさんとか、まあ、雑誌とかで知ってたし、でなんか沼津にあのトリックスっていうお店があって、スケートのお店なんですけど、うん、そこ結構なんかヘロインを扱ってて、うんうん、多分チョッパーさんとつながってて、大丈夫ですよね、ヘロインとか店で扱っててとか大丈夫ですよね、あヘロインみんな分かるね、分かるですよねそっちじゃないの分かるですよね大体このワードは出てくるだろうなと思ってヘロイン店で扱ってて扱ってて、うん、で知ってて知ってて、はい、それで大阪面白そうだなみたいな感じで、うん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 、で卒業して、まあ、大阪芸大行ったんですけど、はいはいはい、まあ、そういうのも含めて大阪行きたいなと思って、うん、大阪芸大行って、じゃあスケボープラスその、まあ、大学、うん、って感じで大阪に行ったんだ、そうですね、はい、そうです、いやチョッパー君とかね外目立ってたからね、やっぱね、あの時は多分結構雑誌とかもめちゃくちゃ出てたし、そうですね、うん、はい、かなり見てました、なるほどね、はい、その芸大に行くっていうのは僕まあちょっとカンニングじゃないですけど、あのちょっとヒロットのインタビューとか何個か見たりとかして、はい、最初は絵じゃなかったんでしょ、あそういう芸大ではこう立体とか、ね、あ立体やってました、金属でなんか溶接で、うん、まあその時スカルとか作ったりしてたんですけど、まあそういうなんか指輪とか、指輪とかを最初やってたんですけど、まあ指輪ちょっとあんまりはまらなくて、はまらない、はい、指に、あいや指にはまんなかったみたいな、どんなサイズかそこまで持てなくて、うん、まあ、あの最初の方っていろんなことやるんですよ、その金属で、うんうんうん、金属工芸学科っていう学科だったんですよ、金属工芸学科、はい、うん、で最終的にはまあ溶接でなんかこう椅子とか、うん、なんかオブジェみたいなの作るのにはまって、鉄とかってことだよね、溶接ってことはね、はい、そうす、ああいうなんか仮面みたいな、アイアンマンみたいなかぶってみたいな、それこそ等身大のスカルとか作ったみたいな、うん、それを卒業の時作ったりとか、卒業制作みたいな、はい、そうです、なんかその作りたいみたいのは、じゃあもう芸大に入ろうってことはその前からあったっていうこと、あもうそうですね、図工が好きでもともと美術とか、まあ、好きだったんで、はい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 、絵とかも、まあ、その時もまあ描いてたし、うーん、まあ、そうですね、その静岡の頃かな、そうですね、まあそうだな、大阪芸大行くので、まあ、絵の塾みたいなとちょっと通って、そこでデッサンを勉強したんですよ、それは高校の時ってことか、高校の時、はい、3ヶ月くらいですけど、それでもその後そのすぐ絵に行かないで、要は芸大でそういう立体とかっていうのに、そう、そっちにそう行ったんです、その時はもう別に絵はあんまハマんなかったってことなのかな、絵はやってなかったですね、そこまで、まあ、多分興味もなかったんで、うんうん、かな、はい、
で僕なんだっけな、あ、ツイッターだ、ツイッター見てて、はい、なんか高校の時にあのツイッター見てるってやばい、ね、ツイッターやってんの知らないから俺は好きで見てるけど、まこちゃんが僕の方が見たもんやばいいや、そう、ツイッターなんか見てて、バレちゃう、高校の時に定額になると、はいはい、なんか白塗り部っていう部に入れられて、それが結構なんか楽しかったみたいなの書いてあって、ま、なんかちょっと見てますね、マジですげえ。白塗り部の説明ちょっと。そうだよ、マジで。だって白塗り部って何か分かんないでしょ。分かんないですよね。謹慎とか定額になると、すごいね、2、3回になったんですけど、自分。うんうん、それでなるとその、まあ、自宅に入れないやつ、学校に行かなきゃいけないんですよ。あの学校に行くんだけど、謹慎中だけどね、謹慎中に人に会っちゃいけないみたいな、うんうん、で人に会わないようにそのみんなが授業を受けてる時とか外であのゴールポストとかもともと白かったんだけど、うん、まあ錆びてたりするところを白くひたすら塗るっていういや学校の補修清めるだよ、ね、壁とか補修工事が面白いですよねただまあそれが多分なんか心が何だろう清められるみたいなやってるんですけど結構面白いですよ、ね、俺結構それ好きですマジか、いや珍しくないだって そんな聞いたことないよ僕だってちょっとついこの間拾ったのツイッター見て白塗り部って初めて聞いて白塗り部って呼んでるの多分一番だんだん1回とか2回謹慎とか定額になると、うん、普通に学校生活してる時に あそこ白く塗れるとこ目につくようになってくる一回白塗り部計算あの経験しちゃうとあそこ塗ってないじゃない塗りたいみたいになっちゃう次あそこ塗れるわみたいなだいぶあんまりないんでその白く塗れるところそういうの探すようになってくるそれだんだん汚いところをそういうペンキで補修工事みたいのする、はい、なんか、まあ、要は学校の用務員さんの仕事みたいのをお前謹慎だからやっとけみたいな、はい、そうですされるってことだよね、はい、やらされるそれその学校だけじゃないその静岡の高校でしょかもしれないですねもしかしたら楽しいですけど、はい、それが結構楽しかったっていうはい好きでした俺は同じなんかでもそれ見た時になんかそういうのって今のそのアーティスト活動とかなんかそこからなんかそれ発端だったらやべえなって逆に楽しいね思い返すとそうかもしれないですでもなんかさその結構割と最近そういうでっかい壁とかさ、はい、なんかまずこう白く塗ったりとかしたりするんじゃないですかしますね、はい、白塗り部のあれそれルーツルーツしの白塗り部時間結構好きかもしれないです確かにまあ本当に心が洗われるっていうか無になれる感じだったんですね、はい、他に白塗り部友達とかいたのいやまあその時禁止になってるやつがたまたま、まあ何人か集まってみたいな、うん、あじゃあ俺がチームでやばいゴールポストはい、何して禁止になるのいやそれは結構いろんな、まあ、ことがあってそれちょっとまあいや、ね、まあじゃああとビール2本ですかね30分後ですかね30分後に聞いていきましょうかねそんな言えないことやってたんだまあまあなんかいろいろあって誤解とかもあったんですけどまあ誤解もあり、はい、先生からも、はい、気になるっすね1回目のその謹慎がなんか俺あのテストが終わって、うん、あの携帯をあのメールしてたんですよ、うん、その斜め前に座ってたやつメールしてたんですよ後ろに先生いたんですよでカンニングしてるみたいなあなって一番最初禁止になったんですよなるほどそれが誤解ねそう、うんうん、それ誤解だったんですけど、うん、それでなんかその時校長に言われた言葉が、うん、なんか梨の下で何とかを拾うなみたいななんかかがむなみたいな意味のえそのなんか そんなことすると誤解されるぞみたいなそういうことを間違えられるからはいはいはい、はい、そうそれを全て分かった上で、はい、誤解だったんだけどそういうことで梨の粒で梨の粒でじゃないよかなじゃねえよリンゴじゃないリンゴだリンゴ桃桃かも対象物変わっちゃったもんピンときた方は今すぐイメールお願いします生放送じゃないのにこれ言いたいみたいなまあでもその時はそのアーティストになろうとか別にそんなでもないですもん、ね、全くないです、はいうん、ただまあその美術とか好きだったんですけどね、うん、絵描くのは、はい、で大阪ダガーズっていうかそのチョッパ君とか行って、はいまあ、大阪のクルーになるみたいなそうですねまあ単純に三角公園に、まあ、毎日のように行ってて、まあ、酒飲んでスケートしてみたいなのを毎日やってたっすね、うんうん、4、5年くらい、はい、
いやその三角公園は、まあ、これも結構ね有名なんで、スケーターだったら大体知ってるのかなと思うんですけど、大阪のねそのアメ村の中心にある公園ですよね。はい。なんかとにかく毎日スケーターとか酔っ払いとかカオスが起きまくってる公園っていう、僕もそんなにね行ったことないんで、2回3回ぐらいしか行ったことないんで、はい、あのイメージがそれなんですけど、はい、大体何かしらのカオスが起きて裸のやつがいたりとか、はい、飛び込んでるやつがいたり、俺らが行った時は特に多分そういう感じだったと思う。ちょっとじゃあ三角公園ベストハプニングベスト3とか、友達が何、うん、だっけあれライブ見ててハイになっちゃって、ライブ見ててっていうのはその別のところで、いやその近くの、あの目の前にあれ多分キングコブラだったと思うんですけど、ライブ見てて、うん、キングコブラってライブハウスがあるし、うんうん、そこでなんか、うん、友達のバンドだったのかな、なんか見ててすごい盛り上がっちゃって、うん、で全裸になって、でその走って外を走って行っちゃって、はいはいはい、で三角公園って、まあ、雨村の中にあるんですけど、うん、あの そこで全裸になっても警察が来たんですよね、うん、で警察がそいつあの服着ろみたいなで、うん、追いかけてたんですけど、うん、そのまま三角公園から出て雨村をね、あれ一周するのにどれくらいかかるかな、400m ぐらいちょうどね、かな400m トラック一周ぐらいのいいコースがあるじゃないですか、ね、三角公園戻ってくる、それを全裸でそのまま回ってきて警察が後ろ追いかけているんですよそのまま戻ってきてでそこでまあ捕まったんですけど、でさ裸になってるやつがめちゃめちゃいっぱいいそうだけどね。いやでもそう、結構いたんですけど、あの時温泉もあったし、温泉、あ温泉って呼ばれてる、まあ、顔なんていうかあれ何、水たまりというか噴水みたいな、そう噴水で、ね、ナイアガラの滝みたいにずっと随時流れて、はい、あるよな、あった、あもう今ないんだっけ、今ないんですよ、あ、いや、まあ、あそこに飛び込むの結構まあ、うん、なんだろう、大阪だからですね、温泉ってね道頓堀かそこかみたいな、はい、みたいな感じで見るそうなんですけど、さすがにまあ裸でこう走り回っちゃってやっぱ、あそうだね、一周しちゃったんでしょ、隣に警察署あるんで、ああ交番がある、近くに、確か近くにある、目の前、隣にあるんですよ、うんうんうん、で 400m トラックで、ね、あのコースがね走ってきて、で一周回ってきて、あれ面白かったですけど、じゃあ基本あそこで滑ってたみたいな、そうですね、俺は結構そんな感じでした、はい、うん、まあたまにみんなでハービスとか行ったりとかもしてたんですけど、基本はあそこに行ってた、まあ飲みながらスケートしてる、まあそうだよね、いやチョッパー君のお店もねすぐ近くにあるしね、そうですね、あれも目の前ですか、その時は別になかった、あったっすね、あこれが大阪行ってから2年目くらいでできた感じでした、あ、なるほど、はい、もう本当目の前のビルの何階かにあるんで、そうですね、8階、はい、なるほど、滑るときはじゃあ三角公園で、どう、なんかどんなスケーターが好きだったの、あーどうだろう、でもまあその時とかは浜地くんっていうスケーターがいて、はい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 、大阪大学のフィルマーなんです、うん、フィルマーとしてまあ今やってるのか、うん、けど、まあ、浜地くんの滑りはまあ一番好きでした、めちゃくちゃかっこよくて、じゃあ割と結構その日本のスケートを見ることが多かった、その時は本当そうですね、そこにずっとまあそこでスケートしてたんで、まあ周りのっていう感じだったですか、うーん、じゃあなんかそのね海外のなんか本当ビデオ見てわーとかっていうよりかは目の前のスケーターたちを見 て、ね、そこにこう影響されてるみたいな感じが多かった、まあ、そうですね、その時そのチョッパーさんのまああれでヘロインのボスのホーズとかも来てて、うん、大阪に何度か来てたんですよ、よく来てて、うんうんうん、でまあホーズとかも知り合うようになって、うん、ヘロインのビデオとかその時見てたんですけど、本当そういう感じだったんですね、つながりで、まあ、タイミングで見る映像があれを見るみたいな、はい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 、なるほどね、じゃあもう現場っていうか結構もう常にそこにいて、そこから影響を受けて、そういう感じだったっす、はい、で大阪からその次のステップというかロンドンに行くみたいな感じ、ね、はい、その大学の後ってこと、大学の後、まあ、めっちゃバイトしてちょっとお金貯めて半年くらい、うん、それでそうですね、次ロンドン行ったっすね、ロンドンに行く目的はスケートもあったし、パンク、パンク、そうですね、パンクもずっと好きだったんで、ハードコアパンクとかで、ロンドンやっぱりその、まあ、そういうカルチャーとか強いのもあったし、うん、で一回その 大学時代に初めて海外行ったのがロンドンだったんですよ、ね、
あ、その前に1回行ってるんだ。はい、1回行ったんです。2週間くらいかな、大阪芸大の時に。はい、それでまあそこしか、ロンドンしか行ったことなかったんですけど、海外、うんうん、ではまあやっぱなんかいいかもと思って、うーん、でちょっとポーズも知ってたし、はいはい、その三角公園で知り合ってってことだね、チョコマ君とかの流れで。そうそうそう、でポーズも住んでるしと思って、行ったっすね。はい、それはその何留学だったの？なんか一応学生ビザを取るとか。アワーホリス。アワーホリ、はい、ワーキングホリデー、はい、簡単に取るの？取れたんですよね。俺の時はなんかその抽選で早い者勝ち でその12時になったらもうその時すぐやれば、12時スタートなんですけど、うん、その抽選がネットで、で12時になった瞬間にバーンってやれば、うん、取れるみたいな。あ、そうなの。取れたっす、はい、そんな感じなんだ。そんな感じ、今は多分ちょっと違うんですよ、うんうんうん、当時はそんな感じ。まあ言ってもなんだ、本当な十何年前とか。そうっすね、2008年か。2012年うん、そう、今だから行きたくても行けないっぽいんで、その取れないっていう倍率高くて、ね、ワーキングホリデーが取れないとか。ロンドンは結構長いこといたの？4年いたっす。向こうでは結構スケートをしたりとかしてたの？そういうこと一番言うんだよね。サウスバンクとかさ。サウスバンクも行ったっすね。でその間にちょうどあのユーヤが、ヒョムラが来て、ヒョムラが来て、はい、2年くらいいたくらいに来たのかな。で1年くらいいた。あ、そんないたの？遊びに来たっていうか、もうがっつりだ。僕も同じ追っかけでワーホリで行って、追っかけで一緒に住んで、一緒に僕も大阪にその時住んでて、うんうん、さっきまあヒロットンが言ったそのハマジっていうフィルマー、うん、大阪ダガーズのフィルマーと一緒に住んでたんです、うん、あ、大阪で僕も、うんうんうん、で住んでて、大輝くんとな、細田大輝、うんうん、不思議な感じなんですけど、3人で実は住んでて、謎の3人で住んでて、でまあ、やっぱり大輝はどうだった？いやー、面白いですよね。スタイル系の大輝、まあ、細田大輝でもリアルに2年住んでるんで一緒に、でもその前も知ってますけど、本当にマジであの頃はね、めちゃめちゃこうメディアとかに出まくってたような時代ってことだよね、はい、また別でお話ししたいなと思うんですけど、実はそれはそうだね。なんでそれででもロンドン行った時に僕も当てがなかったんで、まあヒロットンと住んで、そう、その時6人くらいでシェアハウスみたいなとこに住んでて、いろんな国の人がいたんですけど、そうロンドンって家賃がすごい高いから、みんななんか友達としてシェアして住んで、はいはいはい、まあ、そもそも物価高いよね。高いっす。その1ポンドが200円近くするみたいな。そうっすね、俺らが行った時で170円くらい、170円したね、でちょっと前くらいは240円とかもそうで、それが出てるんで、だからね、マックで飯食って5、6ポンドとかしたらもう本当1,200〜1,300円とか、そうっすね、そういう、はい、倍みたいな感じだよね、はい。でその時でも僕会った時まだ絵描いてないですから、あスケーターとして俺は会ってるし、一緒にスケート行こうよって誘って、サウスバンクとかにスケート行ってるし、ストックウェルとか、でちょうどその時あのインフェクションっていう大阪の映像が出る前で続編を作ってたね。1回目が出てたんか、その時は。もうそれで宇宙のシーンで知れるぐらいのオープニングのやつですね。それに俺ら見てるんですよ、それを、うんうん、ライフプラスアルファっていうのを、はいはい、日本ではその浜地くんが作ってて、うん、でロンドンのパートを俺は作りたい、でそれを作りたいから、うん、俺はロンドンに行くって決めて、あ、なるほど、行った時に撮りたいって言って、はい、で当てがないからヒロットン済ましてくれないかみたいな。なるほど、ね、こっちはこっちでそういう多分いろいろ考えてきてるけれども、うん、俺のに巻き込んでやってるとこもあったし、でもやりながら楽しくね、やっぱ心細いし日本人同士だし、半年くらい、ね、最初のうちはね半年ぐらいはやってたかなと思う。なんかまあそのヒロットンのキャリアがやっぱロンドンで始まったみたいなのをこう耳にするんだけど、やっぱそれはマジでそうっていうか、行ってなかったら絶対絵も描いてないし、行ってからその、 あのヘロインの周りのやつとか遊ぶようになって、うんうん、であの今なんかヘロインのプロでクレイグクエスチョンってやつがいるんですけど、うん、そいつらと会って、でなんかそいつらジン
あのアートジンっていうか、うん、ジンを作って、うん、T シャツとかも作ってたんですけど、うん、それをなんかこう会ったスケーターとかに渡してたんですよね、うん、自分たちで作って、うん、DIY で作ったものを、うん、それを結構もらった時に、うん、おーと思ってかっこいいなっていうか、はいはいはい、それを共感する部分がすごい手作りで作ってて、うん、もうなんか本当自分でホッチキスで止めたぐらいの感じのっていう、はい、A4 半分に折ってみたいな、そうで絵とかも別にそこもめちゃくちゃうまいわけじゃないんですけど、うんうんうん、もうめっちゃ描き込んであったりとか、はいはいはい、こうなんだろう、パッションをすごい感じたんですね、うん、で自分もまあそういうの興味あったし、うん、なんかそれで影響を受けて絵とかも描き始めたのが始まりだったと思う。うーん、じゃあそれを結構間近で見てたって感じ。うん、クレイグとかだって見て、ね、クエスチョンとかあったのさ、ね、一緒にいたもんね、その時ね。なんかそのね、あのインタビューで僕ダイヤルハウスっていうのを聞いて初めて見たんだけど、うん、はい、それって何なんですか。それはクラスっていうバンドがあって、それイギリスのバンド、ハードコアパンクのバンドなんですけど、そのクラスの人たちが共同生活してる場所というか、うーん、それがダイヤル、なんかそのそこにその通うとかそういうなんかスタンスの人がいたみたいな感じのことを見たんだけど、なんかみんなでこうなんだろう、話し合える場所、まあ、自給自足っていうのが基盤にあって私たち自給自足をそこで してるんですけど、農園とかがあるってこと。あるっすね。あって極力自給自足をする、まあ、そういうのをなんだろう、推奨し DIY っていうものを推奨してるパンクバンドで、うん、クラスっていうバンドが、うん、そうですね、そういう場所が、そうダイヤルハウスっていうのがロンドンの北の方にあるっすね。そこに行ったりしてたの。行ったりしてました、はい。そこに行くっていうのは何ですか、どういうあれなの、その人ん家に遊びに行くとはちょっと違う感じでしょ。そう、違うですね。その、ま、最初はそのクラスのアートワークを手掛けてる G バウチャーって人がいて、うん、でその人の展示がたまたまロンドンであったんですよね、うん、それを見に行った時にそのダイヤルハウスに行ってみたいってその直接言ったら、うん、なんか電話番号が書いた紙をくれてでこれに後日かけてこいって、うん、で俺めっちゃ緊張しながら、うん、公衆電話みたいので、うん、そしたら出て、うん、で今から住所からそこにやばいね、そんなたどり着き方なんだ、したらいいよみたいな、そう、それで聞いて恐る恐るみたいな、じゃあそういう人がヒロトみたいにこう行きたいからなんとかして行こうみたいな人が結構いたような、多分いるはずと思います、はい、でそういう人たちが集まってなんかなんだろう、夜いろんな意見交換したりとか、で週末になんかその自給自足の仕方とかを教えたりっていう、うん、なんかそういうこともやってるんですよね、うん、なんかワークショップみたいな、ワークショップみたいな、それってこうなんか作り方とか、野菜をどう育てるかとか、うん、でそれにたまたま一緒に住んでたアイバンっていうイギリス人がいたんですけど、うん、そいつが行ってたんですよ。へえ、アイバンです。マジ。一緒にヒロトンと一緒に住んでた、住んでた、さっき言ってた6人ぐらいです、はい、ラッシュさんみたいな、ルームメイトの1人ってこと。1人がそのラップとかやってるやつがいるんですけど、うん、そいつがたまたまそこに通ってて、うん、で俺の部屋にそいつが来た時に、まあ、一緒に住んでるんで俺の部屋とかまあ行き来するじゃないですか、うん、来た時に俺でっかいクラスのポスター貼ってて、うん、でお前クラス知ってるの、うん、で俺ここよく行ってるよみたいなって、でそれ結構同時期くらいだったんですけど、俺 G バーチャーで変なポスターって、うん、でアイバン自体クラスの音楽とかは別に興味ないんですけど、そのなんだろう、ナチュラリストっていうかその環境の、あ、そっちでつながってて、自給自足とか DIY 精神とかそっちの方から入ってたみたいな、そうつながってて、でダイヤルハウス行ったことあるみたいな、うん、マジでみたいな、うん、で結構なんかそこでつながって人を呼ばれてるっぽいみたいな、お前らで勝手に思ってる、運命感じたからダブルで来たと思って、いやなんかすごいちょっと想像がつかないけど異質な空間というか家っぽいよね。そうですね、そこはすごい面白い。でもそことつながれることって多分ないですよ、あんまり。そういう人がいっぱいいたっていうか、やっぱそのね、ディグリにディグってそういう風に電話番号をゲットして、うん、恐ろ恐ろ電話するぐらいじゃないといけないっていうか、うん、そんなオープンの場所でもなかったっていうこと。そうですね、オープンの場所、まあ一応オープンにしてるんだろうけど、あんまり多分いろんな人が来てもあれだから、うん、そういう風にしてるんだと思うんですけど、ね、
で泊まらせてもらったりとかして、へえ、はい、じゃあそこに結構出入りするみたいな状態の時だったんですか。そうですね、3、4回行ったっすか、はい、へえ、泊まったりとか、はい、楽しかった、楽しかったですね、いろんな話して、うーん、そう、でその、まあ、ちょうどその時に日本 の, あの地震とかもあったんで、うん、3.11、 そう、あ、俺その時ロンドンにいたんですよ。あ、そうなんや、はい、その直後くらいだったと思うんですよ、へえ、行って、そうそうそう、なるほど、あの時じゃ海外にいたんだね、いたっす、ロンドンにいたんだ、はい、日本やべえみたいな、そう、逆輸入情報みたいな、はい、俺その時あの普通働いてて、働いてるところで、うん、その日本今やばいから帰るみたいな、うん、帰って家族に電話しろみたいな、うん、で家帰ってパソコン開いたらその NHK のやつでなんかこうやばいの流れてて、うん、おー、そうだよね、あの時外国にいたんだね、ちょっと心配っつうか大丈夫かみたいな感じだよね。そうそうそう、でちょうどゆうやとかもそれ帰った後だもんね、うんうんうん、俺は仙台の方だったんで、あー、もう帰って速攻直撃食らってるんで、うん、でも帰ってすぐだった、帰ってすぐじゃないけども1年後ぐらいにそれがあって、だから、うん、ロンドンから帰ったばっかりだから、まあ Facebook っていうのがやっぱあって、うんうんうん、繋がってたから、うん、まあロンドンにいるヒロトとかもあいつやばいんじゃないのみたいな、ね、で東北地方だろうみたいな、うーん、まあね、大変だったよねあの時はね。へー、じゃあ、 あのその時向こうにいてすぐに帰ってくるとかいうわけでもなく、しばらく向こうにいたって感じでしょ。いたっすね、はい、あ、まあ、帰れなくて、うん、じゃあなんかそういう話とかとも向こうの人とすげえしたりとかしたっすね、はい、いろいろしたっすね、うん、そのダイヤルハウスでも行った時もなんかその G バウチャーって人とペニーリンボーっていう、まあ、クラスのドラムの人が今住んでるんですけど、うんうん、そのまだちゃんとあるんですね。あるっす、あるっす、うん、でその2人が今も住んでて、でそのなんか結構覚えてるのが、聞かれたのがその災害がなんかこう自然災害で起きたのか、人間のそのなんだろう、今までしてきたことが、うん、人的にはね、そう悪いから神様がそれをそういう風にしたのか、うん、どっちだと思うみたいなことを聞かれて、うわ、そういう捉え方、あ、なるほどね、そういう話を結構ずっとする、へえ、面白いです、なるほど、結構なんかそういう話題もディープだね、そうかなりね、そうですね、その間なんか勉強にもなりそうだし、そう G とかはずっと録音してて、それをへえ、何に使うかそれちょっと欲しいっすねサブリミナル入れたいっすね、それ面白いです、録音したりしてたんだ、はい、してたっすね、そのデータもらってこれで流すスクラッチそっか、じゃあヒロットも結構英語あれなのかな、イギリスなまりというか、まあどうですかね、その後結構アメリカとかも行ってて、で結構まあ多分いろいろ混ざってる感じになってると思います。うーん、ヒロその時でも絵描くって決めてもないでしょまだ。いや描いてるよ、その時はもう描き始めて、その時俺だって G とかに T シャツ渡したし、あの時はあのライオンのやつってこと。あ、そうだね、ライオンとか虫のやつとかも描いてた、虫の集中、そうだよね、まあ、作風的に結構その動物とか虫とか、そうです、すげえ多いよね、うん、そうで、クラスのメッセージとかにその動物愛護とか、まあ、そういうのとかもあって、そういうのの影響はかなり大きい。なるほど、じゃあがっつりクラスなんだね、まあ、クラスのメッセージとか結構影響を受けたっすね、うん、いやちょっと毎回ね、あのゲストに音楽を準備してもらってるんですけど、そこはやっぱりもちろん、はい、ですか、はい、じゃちょっとなんかね、あのヒロットに持ってきてもらった曲、はい、これちょうどね、あのヘロイン の, あのビデオで、あのなんだっけ、Everything's Gonna Be Alright とかでのビデオで、チョッパーさんのパートで使われてる曲なんですけど、クラスで I ain't sick be Oh yeah, when I got it all out there Say oh yeah, oh yeah When I got it all out there Say that I fuck up cause I ain't got me That job or not Again,
between a lunch and state a missing link. Try to fuck this off in a doctrine I should play. Feel on me, girls, they become a real me. Live to the full, or I shed flesh. Don't use your price when your body makes a splash. Oh yeah, oh yeah. Well, I'm getting old, I'm ill. Say, oh yeah, oh yeah. Well, I've been up for it all out now. Say, hey, fuck off, cause I ain't got no. Like a mind, my victim, say, oh yeah. Let me tell you I've got it up there. Trying to get me in the supermarket store. Bought what I wanted, then I said buy more. Man, it's all crap that nobody really needs. Can't you kind of crack the food, suit of soy cream? They couldn't have looked like if they were just too thick. Read between the lines, you see the missing link. Buying these products, paying for the crack. Put a bottle of product, three quarters for the rack. Be a happy family, all the people on the back. Buy up to the profit and you'll never look back. Oh yeah, oh yeah. Well, I've got it all up here. Say, oh yeah, oh yeah. Well, I've been up on it all out there. See, they are fucked up. They ain't got me. They can't buy my big dancing. Oh yeah, oh yeah. Let me tell you what, I've got it up here. Trying to get me with the learning and the books. That is by the standing and the... Brought to you by Magical Mushrooms Fest. いや、じゃあね、後半戦ということで、ヒロットンの今のね現状というか感じなんですけど、まあ、ロンドンに行ってその帰ってきてというか日本に今帰ってきて、はい、なんかロンドンに行った時その絵を描き始めてこう、まあ、いろんな、まあ、金を稼ぐためにいろんな仕事とかもしてたと思うんだけど、はいはい、その完全にこうアーティストとしてやっていこうみたいに振り切った瞬間みたいなのが多分あったわけじゃないですか、はいはい、なんかそれっていうのはどんなことだったんですか。まあ、もう帰ってきてで、まあ、その ロンドンで結構そのなんか自分がやりたいこと結構明確にもう分かったんですよね。でその絵を描きたいっていうのが結構明確に自分の中で分かって、うん、で帰ってきて、まあ、それをやろうっていう感じ で帰ってきてから、まあ、その1回仕事とかもしたんですけど、うんうん、それと並行して、まあ、そのなんだ個展活動みたいなのも始めて、うんうん、でまあそのデッキのデザインとかもやっぱしたかったし、スケートデッキのデザインもねしたいよね、はい、ある種の夢っていうか、まあ、1個それがまあゴールっていうか、それを目標にして やってて、うん、でまあ描き始めて東京でも結構個展やってて、うん、でそのデザインとかをまあ一番その知ってるヘロインホーズに、うんまあ、送ったりとかして、うんうん、デッキ描きたいみたいな、うんことを言ったりしてたんですけど、うんまあ、ポーズ的にはそう最初の方は結構なんていうか、まあ、俺もそのお前と同じようになんていうかそのスケートカンパニーをちゃんとやってるし、うん、その友達っていうだけで、うん、そのデザインとかはなんだろう、うん、できるような感じじゃないから、おガチだそう、うん、あの俺もその自分の目で見てやってるし、はい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 、ってことを、まあ、結構厳しめというか、うんまあ、そういうメールが返ってきて結構長文で、うん、なんとなくまだ認められてない感じみたいなのがあったんだ。で俺は結構それ嬉しくて、まあ、あ逆にね対等になんていうかそういう風にジャッジしてくれて、はいはいはい、まあ嬉しいっていうか、うん、でまあそれからそうですね、俺もそれをまあちゃんと受け止めて、うん、1年とかまあ個展活動とかまあ絵描いたりとかやってて、そしたらそのに、まあ、帰ってきて1年後かに、まあ、くらいの時にポーズから連絡来て、うん、あのデッキのデザインしてみるみたいな。おおじゃあその自分のちょっと夢だったデッキのデザインをやるっていうのは、まあ、ヘロインが一番最初だった。最初っすね、はい、その時、まあ、そこを狙ってたっていうのもあると思うけど、はいはい、そうですね。それはでもいい話っていうか、うん、ね、なんかおーって感じだね、はい、震えたっす。あれくらいなんか高ぶっ、気持ちが高ぶったので、あの時一番高ぶった感じ。あー、そうだよね。いや、デッキのね、アーティスト、スケーターでね、アーティストでデッキのデザインできるってやっぱ、はい、ね、一番やっぱそこやりたかったというか、まあ、そういうしかもなんかずっと追っかけてきたブランドっていうかね、 そのチョッパーくんに始まり、大阪からそれ目的でロンドンまで行って、はい、でフォーズとかとこうね、つるむよとかになって、そうでトライしたけどちょっとなんか
いやいやみたいに言われて、はい、こっちもガチだしみたいな、そう、友達だからっていいわけじゃねえぞみたいなの出されて、そうで俺も結構その日本でなんかその絵を描いて、なんだろう、展示とかやっていく中で結構闇雲になんか結構暗闇の中でこうやってたような感じだったんで、うん、どこがどうしていけばいいのかとか分かんないじゃないですか、うんうん、でも自分の好きな絵だけを描いてとりあえずばやっていこうとか、うんうん、まあ、どこにアウトプットするのかとかね、はい、そういう方法も分からないけどとにかく描くみたいな、はい、状態の時期ってことだよね。そう、その中で一個そういうのがこうポンと言ってくれたんで、うん、あ、ちょっとなんかこう全部の点がこうつながったというか、あ、やってきたことがこう間違いがなかったというか、はいはいはい、そういう感じになって、そうそう、なるほど、それは上がったっすね、めちゃくちゃ。あ、いや、聞いててもちょっと上がる話だね。その最初にこう断られたっていうか、そういう感じの対応を受けたけど、そうそうそう、諦めずにこう行ったわけでしょ、はい、そうそうそう、いやー素晴らしいね。そっからは結構そのまあそのでヘロインのデッキのアートワークとか認められて、そうですね、1個目がすごい気に入ってくれて、ホースもで、まあ、まあ結構なんか出たらしくて、そのデザイン自体も、うん、それでまあそこからシリーズとかもやってなんか話してくれるようになったりとか、そこからもう結構常に次のやつ描いてみるとか、はい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 、次シリーズやってよみたいな、はい、定期的な感じになったんだ。はい、確かにあのヒロットのね、あのブック去年出た青いね、あれ見ると一番最初のページにホズの言葉があって、あ、そう、今ではなんかこう欠かせないパートナーだみたいな感じになって、はい、言ってくれて、ね、はい、あれって翻訳誰がしてる？アメさんです。あー、はい、なるほど、すごいいい感じでしてくれて、本当なるほど、はい、今日もね、アメさんからちょっとあのヒロットに聞きたいことみたいな感じで、その辺の作品集についてとか、はいはい、手掛けた海外のデッキカンパニーとかあるんですけど、はいはい、もう本当ヘロインに始まって、はい、なんかその一番思い入れのあるコラボ作品で、デッキのですか？デッキで、デッキでか、どうだろう、まあ、チョッパーさんのデッキ書いてるのが一番そ、まあ、思い入れもあるっすけどね。あ、そう、まあそれ結構最初のルーツ中のルーツって感じだね。そうですね、その辺は、はい、それは結構気合い入れたっていうか、あ、まあ、チョッパーさんともやり取りして、うんうんうん、こんな感じで、うん、いや、チョッパー君もすげえいろんなこと言ってきそうだね。いや、そうなんだ。なんて言われたの？言われたのが、でも自分ヒョウのやつでしょ。ヒョウで、ヒョウ、ヒョウじゃない、そうじゃないです、ピンが割れてるやつ、あーバーンってね、はい、自分が今まで書いたことないようななんか、あ、トライしてる感じで新しいのをやってくれればそれでいい、ね、あれ大変そうだね。あれは大変だと思う。ピン割れるってさ大変だよ、ね、関係性上というか、やっぱりヒロットンもチョッパー君のやつを書くってなったら気合い入れるだろうし、そうそう、チョッパー君もヒロットにやってもらうってなったら無理難題だ、無理難題だ、お互いがお互いでこうね、こう相乗効果じゃないけど行きそうな感じだけど、新しいことをやると、はい、みたいな感じだったですね。うん、でもう俺それでなんかちょっと液体とかあんま書いたことなくて、そんなはいはい、だからそれがこうドクロになってるみたいな、ちょっと騙し絵というか、うん、あの時は書いたことなかったんですけど、うん、それをまあ やってみて結構時間かけて、そしたら結構いい感じ、自分の中でめちゃくちゃ納得いく感じでできたんですよ、うん、それで、まあ、取り散ってる感じとか、はい、ね、大変そう、それでまあチョッパー先生からこう言ったんですけど、めちゃくちゃいいと思う。おなるほどね、それは確かに結構思い入れのある感じだよね、はい、そうですね、なるほど、まあこれもちょっとね、アメさんからの鋭いというか、はい、あの質問聞いてみてっていうことなんですけど、なんかそのスケートコミュニティ以外での創作活動を視野に入れてるのか、あ、そうですね、例えば逆にそのアーティストとしての活動範囲をなんかそのスケートアーティストってカテゴライズされるのは嫌だとかさ、そういうのあったりするの？まあ、あんまりないですけどね、まあ、それ見てる側の人がまあ結局ね決めるというか、まあね、はい、最近はでもそのなんていうか、もともと描き始めた時とかはキャンバスの作品とか作ってなかったんですけど、うんうんうん、今キャンバスとかにまあ描くのとか絵の技術とかに結構フォーカスしてる感じは、なるほどね、はい、まあ、そのアウトプット先がその、まあ、誰でも買えるそういうキャンバスだったりとか、はい、そういう飾れるものだったりとかとか、ね、今なってるってことだよね。あとはそうラインのこう綺麗さとかも結構そういう技術に今結構こうフォーカスしてるというか、うーん、
なるほど。その辺はなんかこう創作スタイルの進化っていうか。そうですね、はい、なんかその、まあ、チョッパー君に新しいことをやれって言われて始まってこう、ね、今までと違う飛び散ったものを描いてみたりとか、はいはいはい、そういう風な感じでいろんな進化を結構してるっていう感じですか。そうですね、なんか壁、大きい壁描いてみたりとか。あ、そうだよね。そういうのとかも最初はしてなかったけど、うん、してみたりとか。はい、そうですね。壁、その、なんつうの、今まではスケッチブックに対してこう描いていたのが、はいはい、いきなりこう壁に描くっていうのと、はい、そのペンだとか、それ使うツールも違ってくるわけじゃないですか。そうですね、はい。最初にそれやったのは どこなんですか。まあ、結構大きい壁描いたのは日本でもちょっとあったんですけど、その本当にミューラルと呼ばれる、もうめちゃくちゃ大きい壁、横10メートルとかっていうのは、うん、アメリカでやったのが多分最初かな。あ、逆にアメリカでやったんだ、はい。結構チャレンジングじゃないそれ。そう、でなんかその BB ってやつが、BB アスリアスっていうなんかアーティストがいるんですけど、うん、それアメリカ人 でそいつとロンドンで最初会ったんですけど、そいつ自体はなんかベイカーのデッキとか、うん、でそういう人いろん なんかデッキゼロとか、うん、デッキデザインしてるやつで、そいつが同い年なんですけど、でそいつがなんかこうなんだろう、でかい絵描いた方がいいよとかそういうアドバイスとかもくれて、うん、それで一緒に描いたんですよ。それが最初。バランスとか難しいんじゃない？難しいっすね、うん、難しいけど、まあ、やっぱりその大きい絵描く気持ちよさとかもやっぱ、はいはいはい、白塗り部の延長っすか。白塗り部の延長か。そうか、これ白塗り部繋がってきたら繋がっといるから、ゴールポストの繋がってがってる点が線だってね。あんなんで、いや、なんか実際になんかそういうのあるんじゃないのかなっていうか、そういうなんか昔やってたなとかさ、かもしれないっす、ね、うん、まあその現在の活動としてまたもう一個ね、今日ね、まこちゃんも来てくれてるんで、ヘールプリントっていうね、はい、プリント屋さんをやってるっていうことなんですけど、はい、この辺のそのまこちゃんの出会いとか始まりとかっていうのはどういう感じなんですか。東京に出てきてから、一緒にスケートするようになって、大柴祐介君っていうスケーターに一人いるんですけど、うんうんうん、そのマジカルでもね結構モデルやってもらったりとか、そうと、まあ、会ってから一緒に滑るようになって、そのまあ、まこ君もその友達でみたいな滑り始めて、うん、それで仲良くなって、でその時まあ自分が DIY で家であのシルクスクリーンとか T シャツ作ってて、自分の絵を、はいはい、でまこ君それ結構興味持ってて、うん、でまあ俺もプリントやろうかみたいな感じで、うん、プリントやり始めたらどんどんこうのめり込んでいってでプリントするやつは大体友達のプリントやるみたいになって立ち上げて、そこにまあなんでプリントやな。いや、なんかこう一緒にスケートしてて2人でで家に遊び行くようになって、でプリントしてるのは知ってたから、うん、で俺もその辺のあれは知ってたんだけど、製版機があったんですよ。はい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 、製版を作る露光機があって、うんうんうん、めちゃくちゃかっこよくて、それがあかっこいい、グッズかっこいい、うん、めちゃくちゃかっこよかったんですよ、うんうん、そう、本当にグッズ萌えだ、わかるわ。そのストーリーも聞いたし、なんかそのまあ出来上がったもの自体もまあベッタベタの当時のヒロットンが好きなあの影響を受けたものとかのステッカーベッタベタに貼ってあって、あくっそかっこいいみたいな、うん、何これ自分で作ったみたいななって、うん、で製版からやるの、まあプリントはやったことあるけど製版からやるんだみたいなって、うん、でそう教えてもらって、もう本当に変な話、定規とか持って、うん、何センチみたいな。どこを測るんですか。そう、製版機のサイズとか、はい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 、自分で作り始めるんだけど全然うまくいかないです、ね、それをヒロットンチ、ヒロットンもなかなか教えてくれないから、うん、俺教えてたんだけどなかなかうまくいかなくて、いやもうなんか高さが関係あるみたいなことに、もうなんかそれでじゃあ何センチなんだみたいになって、でなんかそんな感じで通い始めて、ヒロットンチにそれ見に行った時は絶対一緒にスケボーをしてたし、うん、
なんかそれでどん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 仲良くなってって、まあ俺も晴れて炊飯器作れて、憧れの憧れの作ったんだ。それで作った、木で作ったってこと。いや結構時間かかったよ、あれもな。作るのすごい難しいんですよ。いや、まあ、作るのまではいい、良かったんだけど。どんな気持ちだったの作ったの、見たの。マジでやったんだ。作るの作れてなかった。いや作るのまでは良かったんだけど、そう製版を成功するまでがめちゃくちゃ時間かかったわけ。なんかもう全然わかんねえみたいになって、ヒロットも俺もなんかわかんないみたいな、で成功した時にすげえ正解がわかんねえじゃん。何が本当そうだよ。製版機が全くイメージつかない人のためにこう言うとしたら、それを作るって結構すごいことじゃないですか。その どういう物体のものとかっていう説明お願いしていいですか。同じ大変さがさ、ある。わかる？わかる。光パーンってさ、あの大変だよね。浴室ださ、襖の中の炭素の。そう、その小さな子にそのケミカルラブっていう、まあ、なんていう電気。そう、電気っていうか、そのブラックライトみたいなやつをつけてやるんだけど、うん、まあ、そこれをガラスの板の厚みとか、うん、その電気との高さとかで、そうそうそう、距離ね、怪しいやな、あれ露光する時間が変わるんですよ、はいはいはい、でそれが10秒とか20秒とか違うと、うん、要は綺麗に抜けないというか、うん、デザインが、要はそのデザインを、プリントするためにその網に対してこうなんか穴を開けるじゃないけど、あ、そうそう、まあ、そうそういうことですね、光を通して、はい、そうですね、なんかそのシルクスクリーンだから、そのインクが透けるところと透けないところの、うん、そのデザインの境界を作るってことですよね、はいはい、そう、その時間を割り出すのがすごい難しくて、自分で作ったやつのジャストのタイミングがあるんですけど、もうそれもあるんですけど、もうとにかくそのうまくいった時にめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。そのプリントまで、うん、T シャツにプリントまでして、うん、その成功、そう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 、それが本当に自分が書いたやつを製版してプリントするまでっていうのをヒロットンが先にやってたんだけど、そこにたどり着くまでのプロセスのはなんとなんかすごいめちゃくちゃ楽しくて、でできたって本当になった時にめちゃくちゃ嬉しかったんですよね。涙拭いた方がいい。ヘルプリンスのドキュメントにしましょう。ちょっと一回拭かせていただいて。もう結構本当にヒロットンとは2人で会うことが結構多くて、当時は、うん、滑で滑ってて、本当に夜の9時とかになんか今から滑れますかとかってヒロットンからメールが来て、あ、いけるよみたいな、ね、滑ったりとかしてて、でその時になんかその結構俺ビッグニュースがあるとお、まこちゃんの方からビッグニュースがある、そうそのプリントやるっていうことだったんだけど、うんうん、でヒロットンも、いや俺も実はビッグニュースがあるみたいな、なんかじゃあ今度会おうぜみたいな、ビッグニュースを持ち寄って俺はプリントやるみたいになって、はいはいはい、ヒロットンはそのヘロインのなんか板の書くみたいな、ああ、まあその時期ですね、で2人でめちゃくちゃ盛り上がって、うわやばーみたいなイエーイみたいな、でなんかヒロットがその時になんかすげえもう今も忘れない、マコくんのその話聞いて俺もう決まりました、ヘルプリンツをそこ一緒にやろうって、そのヒロットンがヘルの出来書くっていうのとヘルプリンツと同じぐらいのそうなんですよ、 そうなんですよ、うん、でもやっぱヒロはでもすごい一年発起したのすごいと思うんですけどね、そのでもよく分からなくて出会ってことなんていうの、まこくんやってて働いてたじゃん、結構いいところまで行ってるやってるし、でもそれも全部パチンもう切って、俺は仲間がそういう会社をやるんだったらやるわっていう、その時の話だと思うんですけどね、でもヒロもそれ切ったのもすごい早かったし、うどうでもいいみたいな、ヘルプリントの立ち上げはじゃあ何年前ぐらい、5年前か、4年、4、5年前ですね、4年前だ、4年、4、5年だろうね、
デザインやってる人がそのままね、それもプリントやって、それがなんかまず会社みたいな、すごい説得力あるよね。なんか結構自分でやらないと気が済まないんですよね、自分本当に。 それは結構自分でも思ってて、で結局今も全部自分でやってるんですけど、そう、それがでもそれ根本をたどるとやっぱ DIY の精神なのかなってちょっと思うんです。誰かにそれを任せるっていうのはあんまり、なんだろう、なるほど、好きじゃないと。まあ最後まで自分でやりたい。任せる人も絶対全員仲間内だし DIY だし、そうだね、今回のこのラジオとかもこうやって一番近い人呼んでるしで、そうね、なんかそういう、ね、利益も何も考えてねえし、本当のそのままで生きてる人だなと、本当 DIY の塊だなと俺は思うけど、それはもう損得感情何にもねえし、ね、の案件って最初これ一緒にプリントしてるけど、最初絶対俺にプリントさせたくないみたいな、自分でやりたい、自分が受けた案件は全部自分でやりたい。うわーかっけー、何それ、かっけー、自分が書いたやつは自分でやりたいっていうのが結構強くて、そのお客さんがあったない関係なく、その自分が書いて自分の手に出すやつとかも含めて、俺に任してくれたのってもうちょっと最初はなかったです。役割分担っていう感じはないけど、でも今は ほとんど俺は週1日くらいしか行けてなくて、週1行けない時もあるし、実業も結構まこちゃんがポイントの そのやってるってことだ。今はもうほぼ、はい、そうですね。2人でやってるプリント屋さん、それがヘイルプリント、それがヘイルプリントですよね2人で立ち上げた。ちなみにその名前の由来とかその辺は、最初全然決まらなくて、ロブがつけたんだロブがつけたんだロブがつけたんだロブ太郎、ロブとなんか話してる時ヘイルプリンツってよくないみたいな感じ、響きもいいし、みたいな、なんか俺もヘイルって聞いたことなくて、めちゃくちゃかっこいいっつ、ヘイルってその地獄のヘルとは違うよね、ひょうって言うんだって、あの天気の雨降る、あ、そうなんだ。僕そのヘルのなんかヘイみたいな、そっちかなと思ったんだけど、ヒョウなんだ。それでなんかあれ、稲妻のマークみたいな。はいはいはい、そうだね。はい、稲妻とあのインクをする道具の、スキージーっていうの、はい、スキージーに稲妻がかかってるみたいなマークね。それがヘイルプリント。それがそうっす。あ、それ、ロブだったんだ。ロブだった。まあ、でもすげえいい名前だったよね。それ、ヒョウってことでしょ。どういうところから来たのかね。ヒョウっていうのはでも俺たちは響きで気に入ってそれにしたけど、ヒョウが降る時ってやっぱすごい熱いものとすごい冷たいもの、両極端なものがぶつかって出てくるものってすごくなんかこうストリートというかアートというか、なんかそういうなんかこう生まれる瞬間、何かが生まれる時ってそうだよねっていうのが俺たちの感覚の中にもあって、すごくしっくりきたというか。マゾンさん、なんか聞きたいことあります？なんかあのアーティストとしてこう食えるなっていうか、これ一本で生活できるかもって、こうなったタイミングとかきっかけだったりとかって。2016年かなんかに中目黒で大きい展示したんですけど、その時に小屋みたいなのを建てて、その中でこうその小屋の中全体に絵を描くみたいなことを、やったんですけど、あれだよね、なんかその家の絵とかよく描く、描いてた時期の、そうですね、最初のロンドンに住んでた時のなんか家描いた、家を描いたみたいな、はい、それさちゃんと再現して、はい、その中にひたすらこもって、外から中から全部描いてたやつだよね、はい、その時に、フルタイムの仕事してたんですけど、それができなかったんですよ、それを描かなきゃいけないし、そこにこもって描いてたんで、それやめたんですよ、一回その時仕事を。はい、めっちゃ努力言ってた、たまに行くのなんか、デザインの仕事してたんですけど、めっちゃやってた、なるほどね、あ、そういうことか、やってたんですけど、
それをいや家作ってっからみたいな、そうこっちはもうこっちの家がそれをやめなきゃいけないどうしようもないあの時な、そうだよね、そこで一回腹くくって、まあ、フルタイムの仕事やめて、うん、なるほど、これもやらなきゃいけない、はい、それがその展示がどれくらいそのなんだろう生活の糧になるのか分かんない、うん、まあ、うん、とりあえずトライこのタイミングするしかない、そのタイミングがあるから、うん、でやめた時に、まあ、結局その展示がまあ結構反響が良くて、うーん、それでまあその時にまあこれでやっていこうみたいな、なるほど、はい、まあでも、まあ、そっからなんかパートタイムの仕事とかやったりしたんですけど、はいはいはい、まあそうですね、それが多分そうだね、そのフルタイムを思いっきりやめたっていうのは振り切った瞬間でもあるんですね、まあでも自然な流れっていうか、まあ、こっちをやらなくちゃいけないからこっちをやめるみたいなことだもんね、はいはい、三郷に仕事に行って戻ってきて、で俺はみなとみらいから仕事、当時みなとみらい仕事して戻ってきて、みなとみらい、みなとみらい横浜で夜の本当に仕事終わってから新横に滑り行こうみたいなって、俺横浜から東京帰ってきてまた新横へ行って2人で行って新横当時行ってたよ、三郷とみなとみらいから東京から東京に行って、また新横行くんで、ヒロトン的には下に下るだけだけど、俺今なんかもうちょっとね往復しちゃって嫁に何やってんのって最初から言っといてくれ、最初から言っといてくれ、新横で合流しようって話なるほどね、そういうこうそんな感じでしながらこうそうヒロトンのアーティストとしてもなっていって、うん、ヘルプリントも出来上がっていって、いやなんかほんと最近だとね、手塚まみちゃんあれじゃない、なんかもうガチプロスケーターっていうかさ、はい、その今までなんか女の子でこうわーって出てくるスケーターってなんかやっぱコンテスト重視の子が多かったみたいな感じだけど、はい、あそこでなんつうのブラッドウィザードっていうあんなコアなブランドで、しかもあの滑りでね、あの滑りでしかもその、まあ、コンテスト重視というかなんかマジでこうアメリカのプロスケーターみたいな、ね、そういう雰囲気のその人のファーストデッキを描くっていう、いやありがたいです、ね、あれとかはどっかの話、あれはいや手塚まみちゃんと手塚まみちゃんお母さんが先陣に来てくれたんですよ、あでそれでなんか多分自分のやつ好きでいてくれて、でクリス・クレグソンがインスタグラムで DM くれて、うん、で手塚まみには内緒にしてほしいんだけど1年後くらいにプロになるから、うんうん、で手塚まみ、あそんなスパンっていうか期間があるんだ、あったですね、はい、で俺の絵を好き、手塚まみも俺の絵好きだし、でそのクリス・グレッグスも自分の絵好きって言ってくれて、うんうん、だからちょっとデッキ1枚描いてほしいって、なるほど、そうだね、クリス・グレッグスはフィルマーであり多分チーマネ的な立場だね、多分ね、そうですね、はい、そう、そうか、トニー・ホークとかランプでバーチカルで撮りながら VX 持ちながら自分もチャンネル越えするっていう、うん、そのぐらいもうそのスキルがもうめちゃくちゃすごいっていう、 X ゲームとかでも多分ずっとそのボールの追い寄りとかも担当だよね、うんうんうん、そう、それで連絡もらって、で結構なんか日本を意識したなんかデザインにしたりとか、うん、結構細かくなんかいろんなあれがあって、うん、いやでもなんかそういうのどんどん増えていくといいね、なんか日本人が影で活躍して、うん、ヒロトンとかね日本人のアーティストがこう絵を描くみたいな、天神に来てくれた話を、手塚まみ、手塚まみのお母さんビームスでだったんですけど、ビームスでビームスで、ね、俺その時行ったんですよ、で、2人で来て、なんかバシバーガーのジャケット着てたのかな、はい、で、はい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 、2人で来てくれて、うんうん、で、俺正直その時手塚まみ知らなくて、で、あ、来てくれたんだみたいな、そのなんか、うん、で、アスケートしてるのみたいな、うん、で、あ、やってますみたいな、うん、で、あ、バシバーガー行ってるんだって、うん、で俺も知らないからその、まあ、見た目結構若いじゃないですか、うんうん、そうね、高校生とかって言って、うん、であ、スケート頑張ってねみたいな感じで言ってね、あポンポンみたいな、家族マイクぐらいだよ、激うまいじゃないですか、やべえ、ね、バリバリの活躍してる声よみたいな、おいいと思ってなるなる、そういうのあるよね、激うまいそっか、バシバーガー結果書くんだね、BBC の結果書くんだってさ、うん、まあその子のファーストデッキ、あの子が
あのバシ君家に千住飲んだと言って、でバシ君家で手塚まみちゃんとなんかこう再会、いやテレビ電話、テレビ電話みたいな喋ったんだよね。バシ君が言いそうになって、言いそうになっちゃったの。バシ君が危ない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 、ヒロトンが出来返ってるからみたいな言いそうになって、言いそうになってて危な、それヒヤヒヤするね。バシ気をつけろ。なんかもう今後の噂でね、ロンドンに行くっていう今後の野望じゃないですけど、一応話聞いたんですけど、はい、6月にロンドンで展示は決まってて、ロンドンで展示、それは初？ロンドンで展示は、まあ前にそのなんか軽いのはしたことあるんですけど、それの時に、うんうんうん、でもちゃんとしたこう個展というか大きいのを始めて、うん、やばいですね。ちょっと今後の野望がちょっと見えてきた感じなんですけど、はいはい、6月にロンドンでヒロットンの個展をやる、はい、はい、今それに向けて書いてます、ちょうどキャンバス作品、あ、準備してるって感じだ。でも相当それね、それこそね、ヘロインのポズも多分喜ぶだろうし、うん、その時ロンドンでね、こうロンドンで絵始めたってことなんで、その時の仲間とかさ、めちゃめちゃぶち上がってくるんじゃないか。感慨深いっすよね、本当にね。ポズ知ってんの？ポズまだ、まだ行ってないんだ。まだ行ってない。ポズは今アメリカ、本当のすごい、もうね。あ、そうなんだ。そっか、でもそれね、結構みんな友達とかね、来てくれんじゃないの？そうっすね、来てくれたら嬉しいっすね、うん、ね、まだ行って大丈夫なんですよね。行って大丈夫だと思います。そこぐらいまでは。まあね、うん、みんなこれ10周年だから、聞いたとしても、ね、シャラップなんですけど、シャラップ聞いてないし。で、ヒロトは動くよっていうことでしょ、ね、バッサーシャラップ。そうだね、だからもうそれちゃんと情報がね、うん、正式に解禁になって、ヒロットの個展っていうのが、はい、まあ、そのうち今年も6月でしょ、6月でしょ、6月ですね、うん、もうね、はい、そろそろそういう情報がこう出てきて。そうです。どんなところでやるとか決まってる？あ、場所も決まってます、ね、おお、それは自分の知ってるような場所っていうか、まあ、エリア的には、ね、はい、知ってるっすね、はい、その辺もよく行ってたんで。へえ、楽しみでしかない。楽しみですね、行こうか、はい、行きたくて頑張ってるんだけど、なかなかね。行こうよ、頑張って。ヘイプリンスでちょっとお話してくださいよ。ブレイチスバグでちょっと行かないですか？よしよ、拾って行ってくださいよ。追いかける、なんか追いかけて、ね、なんかね、いいスケーターも連れて、やっぱロンドンいいっすよ。日本と合うし、うん、VHS マグとも合うと思う。これはいい告知でしたね、ちょっとね、はい、VHS マグで本当に後押ししてほしいです。スケーターからいろんな人から来るんじゃないですか。もうなんかそのね、6月とか7月ぐらいになったら、それこうでしたっていう情報も上がると思うんで、はい、その辺もお楽しみにってことで、はい、もうじゃあ、ほんともう喋ってないでスケボーしろっていうことですよね。僕らスケボーから始まったんで、シャラップ&スケートボリューム46、本日のゲストはヒロットン、そしてヒョムラで、ヘイルプリントマコちゃんでした。そして松野さんもいい味を出してくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 Brought to you by Magical Mushroom Space.